言わないで移動してるから2人の組をだから1人空くで簡単にワンツーでかわされて全て寄付っていうのがもう典型的なパターンになっとるけん、そっか、それをなくすためには、まず一人で顔出すのと、誰が言ったんだろうって分かってないから、で、しかも声だから統一しましょう。特に一番混乱しとるのが、外から出た時にキックインの時に、二人キッカーに行っとる。結局で、後ろの人が来た。こう出た時に二人ともこうっていう技はもうすごくそれはじゃあまずいな。ボールを持っていくキッカーにまずそれがいくかキッカーって言いますよ。キッカーキッカー俺って言います。キッカー俺って言ったらその人はパスが出ても必ずポーンと回る。